イスラエル軍が4日連続で学校を攻撃しました。パレスチナ自治区がガザの当局は9日、イスラエル軍がガザ南部ハンユニスの学校施設を攻撃し、29人が死亡したと明らかにしました。この施設は住民の避難場所になっていたとされ、さらに多くの人が亡くなったという情報もあります。イスラエル軍はこの攻撃を認めた上で、イスラム組織ハマスの戦闘員を攻撃したとしています。停戦交渉が再開する見通しとなっている中でのイスラエル軍による激しい攻撃で、交渉に影響する可能性があります。